正教機チャンネルへようこそ。はい、今回は2月の12日立教大学の全学部の日本史の問題を見ていこうと思います。えー、今回出す回答及び解説はあくまで私的な見解であり、所属する団体その他とは一切関係がありません。えー、なお、後にその他の塾予備校さんが回答を出された場合は、後から出された方がより正確な回答に近いと思われますので、改めてそちらもご参照ください。では、早速ですね、入ります。 まずですね、はい、どんどん空欄を埋めていきますね。えー、っと、はい、えー、前回の部隊が設置した中国の拠点ということで、1番が、はい、洛郎軍。えー、そして、え、B ですが、旗氏の外来てますから、はい、これ、ゆずの君。ゆずの君。 ええー、そして、はい、三、歯の前が、六百三十年、第大回遣唐使としてきてますので、はい、犬神の三田月。犬神の三田月。はい、そして、次ですが、これ、牧界が、はい、牧界が、えー、空欄に滅ぼされ。まあ、これ、なんとも言えますね。これ、えー、例えばそうですね。 えー、量量というふうに書いてる場合もありますし、えー、切ったんと書いてる場合もあります。どちらでもいいです。量を切ったんです。はい。そして、下です。はい。モンゴルが攻めてきます。で、その後はい。九州の武士に空欄を貸したと。もちろん、これ、はい。異国敬語版役でしょうね。 比較的普通の簡単な問題ですよね。異国敬語番訳ですね。はい。で続いて、はい、1401年に、はい。えー、義満が宋のクーラを明に派遣。まあ、これ、ソはでしょうね、ソははい。 で続いてですね、はいえー、空欄のとの前ですかね、はい、平家物語や磯っぽ物語の、はい、空欄版ということで、もちろん、はい、キリシタン版、もしくは天草版、どちらでもいいと思います、これ。はい、次です。で、33年、はい、老中の許可状を得た、はい、宝書。 まあ前回ほら、鎖国の仮定の問題も出てましたよね。はい、じゃあ、以上で終わりでしょうか。では、早速ですね。はい、1番の問題に入ります。えー、まずですね。はい。えー、百山なんとか元これ、俗民になり。有名なやつですね。あんまり教挙資料出ないんですけど、珍しく、はい、これ出てます。で、これはまず白木、白ら神信羅が入ります。 でしかるには、はい、辛抱の年から、これが例の391年ってやつです。ということで、その組み合わせの「例ということになります。はい、で、2番目です。はい、古事記は、はい、これ、持統天皇じゃなくて、水古天皇の時代までを書いてるから、答えは A です。はい、そして3番目、はい、これ何かっていうと、はい、ここですね。 朝鮮,半島はい、朝鮮半島の政策、失敗を責任問われて失脚した大和政権の有力者。これ要するにさ、何かっていうと6世紀前半だから、かや4県の割譲の話なんです。だからこれは、大友の、はい、金村さんでしょうね。後にその賄賂がもらっていたことが、モノブの大子によって断崖されます、540年にね。 はい、4番目。えー、1273年まで、高下党、最終党などで現に抵抗してきた、高来の正部隊。もちろん、はい、三別町でしょう。はい、三別町の欄。これもよく出てきますね。はい、そして5番目です。はい、新安鎮戦。はい、新安鎮戦。新安鎮戦も最近注目。まず、東福寺に行こうとしたんですね、東福寺。そして相手は、はい。 えー、これ、弦です。日元貿易の一環です。だから答えは C です。はい。でですね、6番目。じゃあ、まずちょっとこれ、何かというと、6番目は日民貿易です。はい。で、今回の論述ですが、まあ、とにかく毎回、今回論述出てますよね。えー、この、立教。 で、西民貿易について、中国の伝統的な外交史との関係から40字。まあ、そんなに書かなくてもいいんですけどね。文字数的には。じゃあ、ちょっと場所がね、後ろに白いところがあったので、そこに書きます。じゃあ、この以下余白というねえ、ここに書かせていただきます。はい、中国の伝統的な関係して、いわゆる鎖交体制ですよね。鎖交体制に加わると。おいうことですので、はい。民を、 中心とする作法体制のもとで行われた日民貿易は 超高貿易という形を取ったと。これで、はい、39時、まあほぼギリギリですね。欲しいのは、まずこの作法体制の下で行われたと。それから超高貿易という形、この2点だけです。 この2箇所。まあ、こことこれ。これさえ入っていれば問題ないんじゃないかなと思います。はい。では次です。では続いてですね。えー、戻していきます。はい。7番目。はい。1523年。えー、もちろんこれ。はい。忍法なんですね。ということで、はい。7番目は忍法を選ぶことになります。 えー、そして8番目、ちょっとこれね、日本史というよりも世界知識もないときついかなって感じもするんですけどね。はい、まず、B はマカオの和光を討伐に協力したイギリスに広州での貿易を許可した。えー、イギリスがね、この広州での貿易を許可したというのは真の時代になります。えー、ですので、そもそもこの時代、イギリスそんな強くないですよね。ということで、これ、はい、イギリスがポルトガルの間違いですね。あえて言うなら、いずれにしても罰です。 そして和光の棟梁の王直王直は平戸の松田高信の勧誘ではい、えー、これ松田重信、まずこれ松田高信でしょうね。えー、そしてえいわゆる種子島から平戸に拠点を移した。はい、えー、まずですね、まあ、ここがあ高信かな。しかも五島列島はですね。後藤列島 からえー、平戸に移しただから×です。種子島は関係ないですね。種子島は例のほら、鉄砲でない時、この王子王直の船が漂着したとされる。そこで出てくるだけですから、全然関係ないです。だからまあ、これ、××じゃないかなと思われます。よって答えは、D です。答えは、D です。ちょっとこれ見えないから消しちゃいますね。答えは、D です。はい、では次です、えー。9番目。 はい大村澄みたら、はい、家づつかいに長崎を寄進、直轄とした。はい。えー、これ何かごめんなさい。ちょっと待って。見んの忘れてた。えっ、ー、と、これは、秀吉の話です。秀吉。で、秀吉が長崎を募集したってことですね。はい、じゃ丸でしょう、これ。えー、そして B、ポルトガルの総督5は、えー、それからあマリアのスピイン総督に服属を求めた。これも丸ですね。朝鮮に出兵の先導、丸ですね。 で次、バトルの追放量はいいが、南蛮貿易は奨励してるんですね。別に貿易は禁止してないんです。だから徹底しなかった、有名フレーズです。で今回、正しくないもんだから答えが D でしょう。はい、で、10番目です。はい、スペイン戦の来航禁止が1624、えー。外国戦の来航、平戸・長崎に制限が1616 16。糸アップ制が1604年。だから答えは321の F ということになります。 はいでは次えー、題問二ですえー、まずですね空欄の前からいきますとえー、敵塾を開いたと来てますのではい誰が考えてもここははい尾形孝安でしょうね尾形孝安続いてですねはいえー、まあ学生があって で次に79年空欄に変わるということでこれは、はい、教育例ですね。はい、であとはなくて、はいえー、1837年にですね、はい、何かを作ったと、はい、文部省が作ったものですね。 はいこれ国体の本義ちょっとここはね、生まれない人多いのではないか。はい国体の本義です。まあ、今回見てるとね、立教全部、このね、えー、戦争中前後の空欄、開けてますよね。えー、そして次の2は、これ、誰が見ても、はい教育基本法ですね。はい で終わりかなはいでは終わりですえー、では続いてですねはい B 早速入りますまずですねはい解放政令が書いたのははい稽古団です正規物語は本田ですね本田栃バツ。そして大塩は陽明学者ですね陽明学者ですバツ。 そして、天理教を作ったのは、中山美紀です。×。よって答えは、D ーです。ええー、本田形成策。特に問題ないでしょうね。はい。で、2番目ですが、ちょっとまず見とこうか。はい。神道の国境化政策です。はい。でですね、まず、皇室行事を中心とする国家の祝祭実を定めた。はい。 えもちろんこれ丸でしょう。はい。紀元節、天朝節です。再生地、神議関最高、丸。島地、木来は自由信仰論を唱えたから丸。答えは D です。靖国神社ではないです。伊勢神宮。はい。伊勢神宮を頂点とした神社体制。答えは D です。はい。では次です。これ、お雇い外国人シリーズですね。はい。 清根、えー、はですね、例えば、はいえー、紙幣の肖像画とかですね、えー、そんな感じです。はいでコンドルは建築だからバスですね、建築ですよね。ニコダイ道、岩崎亭、鹿鳴館。答えがフォンタネージでしょうね、洋画です。モッセははい 地方制度ですね。山形有朋の必ずセットで出てくる人です。はい、じゃあ次です。続いてですね、次です。4番目、まあこれ単なる並べ替え問題ですね。はい。開拓地勧誘物払い下げ事件が1881、三大事件建法運動が87、内閣が85、改新党が82としてます。だから並べ替えると、 A、D、C、B というふうになるわけですね。はい。で、5番目です。えー、5番目はどこかっていうと、はい、退逆事件ですね、対逆事件。はい、で、対逆事件を、はい、きっかけに、えー、作られたあ組織です。まあ、これですね、はい、えー、特別、 えー、高等化。まあ、教科書的には欄外に特別高等化とあります。まあ、これがベターかなと思いますが、後にこれが拡大したば特別高等警察なんでしょうけど、や、用語集では、括弧で、特別高等警察で同行で扱われちゃってるんですね。では、まあ、特別高等警察と書いても、えー、用語集に載っているので、別解として扱われると思います。はい。では、次です。6番目です。 6番目が、はい、政党内閣です。えー、では早速いきます。えー、まず今回のこの政党内閣の話だが、ちょっと見るの、対象デモクラシー云々で政党内閣っていうお話、えー、ですよね。はい。で、まず、大熊首相板きこれは明治だから時代が違いますね。で、革新クラブの犬飼が入閣、はい、五憲参歩内閣、これが丸でしょう。 で、別に首相の推薦権は、衆議院議長に委譲された経験がないです。で、原内閣は、これ、小選挙区制を導入したんですね。小選挙区制です。だから、ツです。えー、7番目、もちろん国際連盟の常任理事国じゃないのはアメリカ。アメリカは参加していないんです。えー、そして、はい。えー、上海、清島に中国進出した日本の紡績業のことは、在貨紡ですね。はい。 えこれ、中央の方学部でも出てましたよね。はいでは、次です。続いて9番目、ちょっとこれは微妙な問題かなと思うんですが、在や民間の学問なんです。在や民間の学問でないのはどれか。ちょっと難問です、これ。答えは B です。なぜか、長岡半太郎はですね、はい、東大のずっと教授とかいろいろやってるからです。在野ではないんです。 はい。そして10番目です。来ましたよ。また。もう今年これ出まくりですね。はい。えー、とにかく、はい、えー。宝塚少女回避。よく出ますね。答えは渋沢ではなくて小林一三。もうとにかく小林一三毎回出てます。小林スペシャルって感じですよ。小林スペシャル。えー、11番目。はい。日本国家社会党といったら赤松勝丸。このあたりのですね、 社会主義政党は非常に皆さん苦手だと思いますからもう一回社会主義政党の流れを,をね、教科書の裏とかで見直してくださいねはい、12番目はい、内戦一戦一体の書き声のもと朝鮮の人々に日本風の名前を作ったえー、このことをはい、創始解明という言い方をしますはい、創始解明ですね はい、で次です。13番目です。はい、重原内閣ははい、憲法改正ではい、松本城司を中心とする憲法問題調査委員会ですね。で14番目、はい、14番誰だそもそも。14番はえっ、ー、と岸ですね。はい、岸がいた。はい、で森口さんがちょっとついてみちゃう次が中曽根がいて。 で、九条の会というものがちょっとここ出てますね。はい。謎ですね、これね。はい。じゃあ、14番いきましょう。で、えー、岸は東条内閣の空欄大臣だったということで、ちょっとこれも難問ですが、商工大臣です。商工大臣。そして、はい、えー、中洲内閣じゃないの即答で A でしょう。A は1979年、大平内閣だからです。で、えー、ノーベル文学賞を受賞したのはさ、えー これ、川端康成と大江健三郎しかないですけど、これ文章的にいくとほら、第一安倍内閣とかでもうさ、川端は特に自殺していないですよね。だからこれは自動的に大江健三郎ということになりますね。はい、い一部ね、ちょっと難しい問題もありますが、ほとんど基本的なものなので、ほぼね、えー、高得点はいけると思います。ではね、谷っていうの立教も合わせてもう一回勉強し直してくださいね。えー、必ずいいねボタンとチャンネル登録だけはよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。